今年、12月30日ですね、大晦日イブ、五十嵐正志とソウルブラザーズライブ、小チューバー野方くんちゃん、始めたいと思います。今日どうもありがとうございます。今日は本当に嬉しいです、というのも、今年この1年僕らのライブを支えてくれた神3の前で好きなだけ歌える、こんなもう機会を与えてくれた、くんちゃんに感謝です。ありがとうございます。もちろん今からですね、このライブに来てもらっても全然構いませんので、しまった、今日そこらのライブだった、今から駆けつけてくれても全然 OK ですので、よろしくお願いしたいと思います。今日、うちら今年ライブ、ですね、今日が53本目、で明日が新宿中央公園で、炊き出しでライブするので54本ということなんですけども、惜しかったですね。もう少しで村上宗隆の56本、ね、もう少し頑張れば、56本になったんじゃないかなと思うんですけども、まあ、それでもようやったなと思います。そんなライブを生きてきたソウルブラザーズ、今年屋内最後のライブです。1曲目はライブを生きて。仕事無事上がれるか、時計をチラ見して、今日も向かう、ライブへ向かう、通りで歌い出して、いつしか声かかるまま、あの飲み屋へ、野方くんちゃんへ、ライブへ向かう、いつものライブ終わっては始まるライブ、出会いと別れ、そして奇跡のような再会、そこにあるのは音楽だけじゃない、向かうライブへ向かう、
つけられたこの現実を疑って、もう一つの世界を描いてみせる。そこにあるのは音楽だけじゃない。どうもありがとうございます。ライブを来て、来年もライブを行きたいと思います。今の歌にあるように、今日も仕事を無事上がれるか、まさにこのギター森田君がそれを今体現しています。時を見ながらね、時を見ながら、もう数十分前にここに来たばかりであります。仕事を終えてバス停が意外と遠くて、ね、そんな悩みをこれから多分ね一生抱えながらやってくる。